How to 災害アーカイブ。収集した資料の整理術、事例集。災害資料を収集したけど、どうしよう地域の災害資料として、新聞や雑誌、折り込みチラシ、パンフレットやポスターを収集したけど、整理に困りませんかここではそんな解決、ヒントになることを願って、整理、保存、公開の一例をご紹介します。1、公開向けの整理方法。 雑雑誌、誌新聞、チラシパンフレット初めはめの How to 保存ししたけどどかさばっちゃう、どうしようよ雑誌タイトルごとに表紙と裏表紙、目次と掲載記事を残して、不要なページは思い切って捨てちゃいましょう。予算が確保できるなら、製本を業者に依頼することをお勧めします。保存や閲覧でバラバラにならず、見た目も格段にアップします。 利便性を考えると、厚さは5センチ以下がおすすめです。次は、新聞のハウトゥー。新聞を保存する、それは雑誌以上の保存場所が必要となります。必要なページだけを切り抜き、小スペースで保存できます。災害関連の掲載記事を一面ごとに切り取ります。製法は日付順ですが、複数の新聞を一冊にまとめるのもありです。 掲載記事は次のように整理します。1. 災害関連の市内掲載記事を抽出。2. 記事単位にバーコードをそれぞれ貼り付けます。3. 図書館システムにバーコード単位で登録します。4. 可能なら製法を外注します。なお、保存の際には地震への備えとして、図書落下防止装置も有効です。 この装置は手動でバーを上げ下げできます。チラシ、パフレットのハウトゥー。薄い紙、一枚ものをたくさん。資料の大きさも想定も個性、全開お構いなし。整理した後に、当初手に入らなかった資料が後から寄贈されると思わぬ作業が発生します。嬉しいやな、悲しいやな。そこで、差し替え式のクリアブックがおすすめです。 順番を入れ替えたたりり追加したり自由にできますこの図書館では A4、A3 サイズのクリアブックに市町村ごとにまとめて整理しています。クリアブックは大きさが揃う、副写がそのままできるなど利点があります。さらに公開について一工夫があります。利便性向上から1ページ目に市町村の地図、1図をつづります。こうすることで土地勘のない利用者でも位置関係がわかります。 市町村図書館ならば、より詳細な地区ごとの地図を入れるのも良いでしょう。1枚ごとに資料ナンバー、タイトル、発行者、当該資料の袋の数などの目録情報も一緒に綴ります。書士情報が端的にまとめられています。次は製本を簡単に、薄い不定形なパンフレットやチラシを1枚ごとに制して公開する方法です。そのやり方は、 資料を挟んでホッチキスで留めて表紙を折り返すだけ。作業は数分で完了します。サイズや厚さもいろいろあります。また、変形版はサイズに合わせてカッティング、変幻自在です。2、保存のための整理方法、ポスター、会議資料、チラシ、新聞の折り込みチラシ。次は、 ポスター、会員資料、チラシの How to ここでは保存を主体とした整理方法をご紹介しますこの写真はバックヤードでの整理例です封筒に整理番号が書かれた付箋と目録が貼ってあります実は封筒は使えるんです目印となる付箋は貼り替えが簡単にでき取り出しが容易となります 目録は外側に貼り付けると中身が一目瞭然一見普段捨ててしまうチラシや会議資料資料のメモなども目録を作成し整理することで当時の様子を伝える貴重な資料となり得ます新聞の折り込みチラシも立派な地域資料です確実に確保しておきましょう2011年3月11日東日本大震災が発生 宮城県東松島市では、4月7日から新聞の折り込みチラシが再開されました。保存の必要性に気づいたのは、その1週間後。残念ながら数日分がなく、4月9日から保存されています。東松島市図書館では、新聞と折り込みチラシを別々にし、重複するチラシを除いて、日付ごとに毎日クリアポケットファイルに閉じました。 折り込みチラシは日付が入ってないことが多いので、その日のうちに整理することをお勧めします。3. 大型資料の提供方法空中写真空撮の被害状況が分かり、町全体の被害の様子を伝える資料として有効な資料です。空中写真の公開事例をご紹介します。 宮城県図書館では空中写真の閲覧スペースとしてキャビネットの天板を活用しています。普段は鍵をかけていて閲覧の際には鍵を開けます。引き出しを開けると大型のクリアファイルに閉じてあり1枚目にはランドマークとして国道や河川、公共施設など名称を付箋に書き込んで分かりやすくしています。東日本大震災では沿岸地に住んでいた方は津波で全てを失い 集団移転などでその土地を離れることを余儀なくされました当時私が勤務していた東松島市図書館では財産はもちろんのこと思い出や記録のすべてを失い被災前の町の様子や震災について資料を熱心に見ている方がいました今思えば空中写真を所蔵していればよかったと思いました4まとめ 被災地ではあの時資料を集めておけばよかったという声を聞きます。そして何が資料となるかわからず捨ててしまったものもありました。それらは災害を伝える資料だったかもしれません。この動画をご覧になられた方はぜひ捨てないで残しておくことをお勧めします。災害を伝える資料を収集、整理、保存していくことはとても大変ですが無駄ではありません。なぜなら、その先、 未来においてそれらの資料は災害を知るためのつまり防災の糧となります実際に東日本大震災の資料収集から公開まで行っている図書館では防災・減災・災害伝承のため社会科副読本、児童書・テレビ局や新聞・報道などで利活用されていますまた町の復興に活用されている事例もあります このように一つの資料が新たな資料を生み、さらに次の資料へと生かされていきます。そこに資料が資料を生む循環が生じ、やがて未来の防災力の向上や地域資料の充実につながっていきます。最後まで How to 災害アーカイブを視聴いただきありがとうございます。事前への備え、防災力の向上に役立てていただければ幸いです。